おあまつさん。はい、こちらはゲストの方が思わずごめんなさいとお謝りになりたくなる特別コーナー、おあまつさんです。メッセージ読みましょう、はい。こちらペンネームおでんの季節ですねさんです。こんにちは、こんにちは。こんばんはの可能性もありますね。こんばんは、うん。おはようございますの可能性もあります。おばんです。どうも。いつも楽しく拝聴させてもらってますと。いきなりですが、私はアニメおそ松さんをアマゾンプライムビデオで見ています、うんうん、しかしアマゾンプライムビデオの詳細のところの主演の欄が、うん、桜井貴博、中村雄一、うん、神谷博士となっており、うん、助演俳優に福山潤、うん、小野大輔となってるんですまあ反論しようがありません、うん、入野美優さんの名前がないのですがどうしてなんでしょう私はトドマツが一番好きなので悲しいですまた福山さんと小野さんはどうして上演なのでしょうか。私は六つ子の声優さん全員が主演と思っていたのですが、何か力関係があるのでしょうか。よろしければお仕事します。ああ、おでんの季節ですのさんは真面目でいいですね。素晴らしいですね。いやでも本当に、やっぱり入野さんの持っているその力というものをまざまざと見せつけられた感じがしますね。すごいですよね。これやっぱり本当にすごいなと思うのは入野さんの凄さ。ただですよ、もう一つ考えられるのは、これアマゾンプライムビデオさんわざとやってる可能性ある、ね。この入野美優さんの、うん、その番組での立ち位置、うんうん、ってのを分かっている人がやってる可能性ある、可能性あります。あと何よりもこの第3期の第1話をちゃんと見てからやっている可能性あります、はい、なぜかというと、とどまつ役の声優は村上浩二ですから、村上浩二が入るべきですよね。そうです、これやっぱり意図的なんじゃないかなと思います。そうですね、これはちょっとしたメッセージの可能性ありますね。これ、似てるケースでですね、うん、はい、昔あったことなんですけど、ウッドプリンスという、ね、アニメがあるんです、ね、それに出演されている方で、こう7人組なんですけどね、で、7人組なので、はい、こう6人分名前が書いてあるんですよ、はい、で最後の1人だけ、はい、その他1名って書いてあるんですで、その他1名ですね。漢字で言うと 5文字、その他1名なんで、漢字で言うと5文字なんですけど、その他1名さんが、なんと下野紘さんなんですよ。3文字なんで、それ入るだろうっていう、ね。あれですね、はい、やはり、時代に愛されるってそういうことなんですね。だから、下野紘さんもね、うん、ね、入野美優さんも、なんかそういういじられて、立ち位置にいるじゃないですか。いますね。やっぱ僕これね、確信犯なじゃないかってずっと疑ってるんですよ。やっぱり名前は声優はそうで、愛される人ほどそうなりますからね。そうなんですよ、ね。楠木大典さんも楠木大辞典となりましたからね。そうですよ。ねえ、キテレツ大百科みたいになっちゃってますからね。びっくりしますよね。いや、そうですか。まあ、これはね、うん。そうですね。まあ、どうですかね。これ解決してあげた方がいいのか、うん、しない方が面白いのかっていうところですよね。ただまあ一応何かあっちゃまずいので、嫌、ですけど謝っておきますか。うん、そうですね、これは謝っちゃいますか。じゃあちょっと謝ってもらってもいいですか、福山さん。本当僕たちのせいではなく入野くんのせいなんですけど、なんかもうごめんなさい、以上ゲストの方が思わずごめんなさいとお謝りになりたくなる特別コーナー謝りたくなってないですけど、ね、一個もなってないですけどね。すげえっていうコーナーですけど、そうですね、おあまつさんでした、多分二度とやらないんじゃないかな